どうも、まひろです。今日はですね、節約貧乏銀フリーターである私の作り置きおかず5選紹介させていただきます。作っていきます。今回作る低予算で収めるための作り置きおかずなんですけども、一つ目が白菜ともやしの豚肉蒸しとひじき煮込み、そして三つ目がピリ辛こんにゃく、そして四つ目がまあサニーレタスのなんかサラダ、そして五つ目がポテトサラダとなっております。まあ、実を言いますと、私先ほど業務スーパーさんで5000円分ね爆買いしてきたんですよ。なんでおかずがね今冷蔵庫にめちゃめちゃ残っているので、それで私のストレスの発散方法の一つでもある作り置きを、皆様に見届けていただきたいと思います。なるべくねもう低予算でやるんで、ぜひとも真似ていただけたら嬉しいです。作っている最中はテロップで解説いたします。
あ、落ちた。落ちたー。熱い熱い。はい、というわけで完成しましたよっ。こっからはですね、この美しき作り置きの食材たちを見届けていただく時間となってます。まずメインはね、なんといってもちょっとメインどれか一瞬悩んだんですけど、この鶏胸肉とあのもやしと白菜の蒸し、さっきのパスタ用のタッパのまんまで置いといた方が絶対に見栄えは良かったなとは思いました。あとお肉が超ひっついてるのがちょっと残念ですけど、双子のサラダちゃんです。双子のサラダちゃんです。なんで2つに分けてんの、サラダのドレッシングが違うのって思うかもしれないですけど、ドレッシングも全部一緒、クルトンの量がちょっと違うくらいかな。ピリ辛こんにゃくということで1個落としちゃったんですよね。プルプルのこんにゃくちゃんもすぐ床に落ちたがるから、人のせいにする。こうやってアク抜きしてないんですけど、まあ、こんにゃくって食べれるから、私の理論だったら貧乏人はね、こんにゃくアク抜きしないんで。続いてこちらひじき煮です。前回の作り置き動画の時もひじき作ったと思うんですけど、やっぱね、あのひじきあることによってね、もう髪の毛の安心感とかもねすっごいあるんで、これはもう助かるっていう感じでございます。
ますね。続いてがこちらがまたラベルがついてるんですけども、これが一番苦労したポテトサラダでございます。せっかくやったのにケトルでもうまくいかないで、電子レンジで一回やってみようと思ったらまた電子レンジでも全然できてなくって、一番時間かかりました。最後はね、毒味をして終わりたいと思います。万が一毒があったらまずいので、一口ずつ食べたいと思います。このこんにゃくはね、もう豆板醤で結構ね辛さがあるんじゃないかなっていう感じで、大人な味だと思うのですが、いかがでしょう。いただきます。ちょうどいい辛さなんですけど、ちょっと薄いですね。これちょっと薄い。ごまがあることによってなんか香りが楽しいっていう感じはありますね。続いてはこのひじき丸さん、落ちた。前回と同じ味ですね。まあ、故に美味しいってことなんですけど、続いてこれサラダちゃんね、もう最近気づいたんですよ。クルトンあれば何でもおしゃれに見えるんだっていうことにね。クルトンってこれ何なんですか。ラスクみたいなことですかね。あ、唯一サラダにニンニクが入ってるんですよ。ドレッシングにニンニク入れたら勝ち組なんですよね、この世界は。もう最高に美味しいです。激安のコーンとジャガイモちゃんでポテトサラダ。ポテトサラダが一番湯気出てるわ。めちゃめちゃアレンジしたから。あ、これは熱い。ただ柔らかいのも事実です。美味しいですよ。続いてはこちらのこれ、いただきます。これがね、一番怖いのが中に火が通ってるのかどうなのかって話なんですよ。もしかしたらまだ中がめちゃめちゃ赤い可能性があるんで、一番不安ではありますね。赤くありませんでした。大勝利、大勝利。最初に加えた調味料はちょっと濃いめなんですけど、お野菜から出てきた水分でちょっとお出汁がね薄くなってるし、結構お出汁がね使ってくれてるんですよ。何日か置くにつれてどん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 味が濃くなっていくのかなって思って、結構ワクワクしますね。これでね、おかずはね作り足していくと思うんですけど、これで、ね、まあ3日か4日か5日持てばいいかなって思ってます。ちなみにですね、この具材は全て業務スーパーさんで購入させていただきまして、で業務スーパーさんのその購入動画っていうのは概要欄に入らせていただきます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは節約貧乏フリーターの私の節約術、節約レシピ、生き様などをたくさん更新していくので、興味持ってくれた方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。あと他にも SNS たくさんやっているので、そちらもチェックしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。